こんにちは、 SJ です。今回はみんなのサブスクシチズンの名作チャレンジタイマーの復刻ポジションツノクロノの登場です。歴史のある会社は名作モデルもたくさんあるので、その分復刻もしやすいですね。もう楽しみですよ。レビューの前に行く。ご覧のプラットフォームシステム変更がありまして、厳しいチャンネル運営が続いています。もし動画がお役に立てましたら、スーパーサンクスチャンネル登録で応援してください。チャンネルの運営費用となります。サンクスが難しいようでしたら、チャンネル登録だけでもお願いします。皆様へお届けするコンテンツの継続的な更新、少しだけお力添えください。 This program is brought to you by SJ。 この動画のチャプターはスペック、サイズ感、エクステリア、リストショット、コオロギショットです。さあ、アンボックスしましょう。アンボックス、もうこれだけなんですね。外箱とはありません。もう内箱のみと。そしてこの大きさもちっちゃいですね。メガネケース弱といった感じですね。コンパクトで、そしてくるくるっとこの懐かしきオープンをしますよ。レッツオープン、ジャンと。はい、で今セットしておりますのでチェンジしますね。セット完了しました。まあまずはご覧ください。非常に美しいこの球面クリスタルなんですね。非常に丸っこい感じもあります。はい、そしてこちらはオリジナルの正式名称はクロノグラフチャレンジタイマー。シチズン初の本格機械式クロノグラフとして1973年に登場し、当時の空気感も含みつつ大胆なデザインの魅力もあって国内外で大ヒットしたということですね。でそれの復刻ポジションですが、これは主にセレクトショップの推しがあったようですね。プッシュが、おしゃれな人々のおかげで復活したということもありまして、まあ、なるほど、こうセレクトショップの雰囲気がプンプンしてきますね。それではスペック、サイズ感へ行きましょう。これ実寸に測っていますので、公表数やや違う場合があります。で早速違うところが幅ですね。まあ 38mm サイズということですが、厳密に言いますと 38.3mm となりました。 38.3 真横ですね。でラグ縦の長さは 41.8 しかないんですね。 41.8 ですと本当にどなたの細腕さんにも乗ってしまう、女性の方でもぴったりかと思いますね。そしてぐるっと回して厚み、わあ球面綺麗だな、この辺りですね。 12.0mm となりました。 12.0、 薄い、いいですね。はい、そしてラグウィズですけれども、要はベルトの幅のところですね。ちょっとこれはハンズでいきましょう。ハンズオンで、ラグウィズ、ここのベルトのところ付け根ですね、ここが 18mm ちょうどになります。ですから買いベルトの際は 18mm サイズを選んでください。そして裏側に回るとここは 15mm まで下がります。 15mm、 そしてこれはそうですね、このバックルタイプですねとなっていまして、ポコンと外れますので落とさないようにお気をつけくださいね。そして、ここ裏側見ますと、これ普通にスプリングバーが入っていますので、ベルト付け替えしやすいかなと思いますね。でそれからここに裏は、まあスクリューバックではなくてパチンと、閉じる。でステンレススチールとシチズン、そして WR5 バー、つまり防水性能が5気圧ということになります。このキャリバーですね、これは電池式のクォーツとなっています。クォーツ0510キャリバーです。でバッテリーの持続は2年間となっています。そしてガラス素材は球面ガラスということで、まあ、サファイアクリスタルではありませんので、ガツンといくと傷がつく場合がありますのでお気をつけください。まあ普段の使いでしたら大丈夫ですよ、全く。そしてまあ裏、そこをねサーキュレテッドで綺麗になっていますので、何のこう安っぽさもなくですね、ステンレススチールの本体ケースと相まって、非常にまあどちらかというと高級感の方が先に来るイメージですね。すごくこうシェイプ
もういかにも70年代といった雰囲気が漂ってますよね。このように横から見ても角がすごく丸められていてコロンとしているタイプですね。ハミルトンのパルサー、まあ現 PSR にも似ている雰囲気ですね。当時でいうフューチャリスティック、今でいうレトロフューチャーですね。ですから当時の宇宙開発であるとか、まあ、近未来感のようなものが昨今の今のですよ、人工知能であるとか AI ですね、でデジタル、新しい宇宙開発時代にもこう通じてくるものがあって、まあ、なおかつ女性も違和感なくつけられると男女両用といった趣があります。70年代といえば日本も高度成長を謳歌していた活気ある時代ですので、その当時としてはとっても大胆なデザインを現在の肌感覚で触れることができるという特徴もありますね。で3つ目のダイヤルへ行きますと、これ3時1にあるのが通常の時刻秒針ですね。そして6時9時1が、ストップウォッチの積算計となっています。今回しているんですが、ですので例えばこれは、2時間ぐらい経とうとしているわけですよね。でここがこちらが分数ですので今49分ですね。このモデルですね、他にも例えばビームス、そしてユナイテッドアローズといった日本代表するセレクトショップがタッグを組んでそれぞれこう別注モデルとして販売していらっしゃるということですね。うん、やっぱりセレクトショップが時代を牽引してきた、まあ、その功績は私は大きいと思っていますね。まあ、例えばですよ、掃除機のダイソン、まあ、今では誰もが知っていますが、もうそもそもの火付け役はこのビームスだったりします。で私もその昔ですが、こうビームスでダイソンの初代モデルを購入したことがあるんですよ。でその頃のダイソン、とにかくデザイン最優先という感じで、すごく、まあ、奇抜でですね、大きくて重たいものだったなという、こう手の感触残っていますね。まあ少し余談ですけれども、まあ、私の経験談をお話ししていると、こう一見するとバラバラのように見えていて、こう実は点と点がつながっていって、今そしてこの手の中にあるというですね、こう連綿としたアルゴリズムといいますかね、的な時間の流れ、そんなことを感じますね。非常に美しいですね。そしてこのベルトもあえて当時のままのような感じで幅18ミリと細くしたと、このシェイプとかこの角、黒の、そう角ですよ。これじゃあ行きましょうか。これ1回しか行けないので、行きますよ。今かなり進んでいますよね。こんな感じで進みますよということだけお伝えしたかったんですよ。そして例えばこれをこっち側を1回音もなく押すと、うん、今止まりましたよね。秒針ここで30で、はい。そして右側を押すとリセットですね。じわーっといきますよ。じーっといきますからね。3、2、1、はい。3、2、1、はい。これをさらにアップにしましても、これすごくアップに耐えるんですね。ということは、すごく、うん、精密にできているということですね。まずはこのシチズンクロノグラフというのがメタリックに光っています。そしてインデックスはバーですけれども、ルミが塗られていますので3時1もきっちりありますね。9時1も後ほど見てみましょう。そしてこれデートですね。デートはちょっとやや奥まって見にくいですが、スピードタイマー、セイコーのスピードタイマーと同じようにちょっと奥まっています。ただまあいいでしょうね。こちら左下にクォーツ WR50 と書いてあるんですよ。今0が見えてないんですけど、タグにもこのように、5気圧防水と書いてありますね。はい、5気圧と50メートルは、厳密に違うものですから。じゃあクリック感、こう押すと秒針がスタートしますよ。正確な、ストップウォッチとして使えますので、これは便利が良いのではと。そしてこのもう一回再クリックですが、これが音がしないんですよ。いきますよ。
これ今押したんですけど音しないですよね。でまた押します。こんな感じですね。そしてリセットはカチッと言いますね。もうあとはこの時刻調整とかデートチェンジどうするのかと。デートチェンジはですね、これちょっとちっちゃいんですね、このクラウンが。ですので親指の爪で上からちょっとコツンとする。ちょっと今1個引き出してるんですよ。これで横になりますが仕方ない、ごめんなさいね。このようにデートチェンジですね。123123123123。そしてさらに最後までコチンと引っ張ると、いやいや指でつまむのは、まあつまむこともできますが、指でこうなぞっていくのが やっぱり簡単かなと思いますね。うん、そう思います。そのぐらいですね。そしてセッカチッと、このぐらいでしょうかね。機能的にはこんな感じですが、やっぱりデザインですよね。もう デザインに全振りした感じ。早速リストショット行ってみましょう。ずっと遠目から見るとこんな感じですね。まあさすがのこのサイズ感、38ミリ幅、そしてラグラグも42ミリ以下、41.8ミリですから、そして厚みが12ミリちょうどということで、こんな感じですね。まあややポコンと浮いている感じ、やっぱりこれも PSR に似ているなという感じですよね。うん。そして特徴なのはこのベルトの細さですね。ベルト幅の細さ、これがあえて細く当時のを再現してと、当時のデザインコードを再現して幅が細くなっていると。でぐるっと回って裏側が15ミリまで落ちますけれども、こんな感じです。あ、私の手首周りは 18.0 センチですね。ですから、まあ、どなたにも収まる。これ見てもらえますか、ここの手乗り感全然大丈夫ですよね。この乗り感だと、何でしょう、例えば14センチ13センチぐらいの方、つまり女性の方でももちろんサイズにフィットすると。そしてこのオレンジ拍子にとっても効いていますね。これのオレンジがよく効いて美しいなと思いますね。本当にこれはおしゃれのための時計、そしてさっとつけていく時、こんな感じですね。非常に美しいですね。いやーこれはもうデザインの勝利ですよ。もうこの角黒のもう可愛くてしょうがない、もうカニさんですよ。いつも言う角出せ槍出せ、あれはカタツムリか、失敗した、まあ、カニさんの角みたいな感じですかね。よこ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 みたいなまあ割ともう年末モードな感じでお許しください。はい、リストショットこんな感じですね。綺麗です、美しい。コオロギショットいきましょう。どうでしょう。はい、もうご覧のようにですね、これ今日はちょっと夕方気味なんですね、ごめんなさいね。時間が、足りないんですよ、年末ということもありまして。そして見てください、この右側 SBDC プロダイバーズですよ、セイコーのプロプロフェッショナル。そして左のシズン、まあブルーに光っていますね。これ目で見てもすごくブルーに光っています。そして例えば明るさですけれども、隣の SBDC が100とすると、こちら左角黒はですね、70ぐらいですかね。まあそれでもくっきりと光ってるんですね。まあこのあたりは国産、さすがルミ、根元やこう、手抜きがないといったところですね。もうルミではもう絶対に負けないぞと。なぜってこれ2万円のモデルですからね。左側シズン、その頃の2万円でこれだけのクオリティで出してくるっていうのは、クオスといえども素晴らしいなと感じますね。これ残光を話していますけども、残光具合も非常に良いので全く問題ないですね。マイソーツです、いかがだったでしょうか。やっぱりこれは美しいモデル、おしゃれなモデルですね。でこういうのその復刻ということでデザイン若干違いますけれども、やっぱり美しいものというのは
いつ見ても美しい、いつの時代でも美しいということがこう実感できるモデルですね。それを2万円ぐらいで実現している、ここがすごいのかなと感じますね。うん、これは日常に私はこれゴリゴリ使っていきたいなと思いますね。できたらベルトをちょっと変えてみたいです。当初はこれセレクトショップがプッシュして実現したと、まあそういうこと全く知らなかったんですよそれでもこうパッと見おしゃれだなというところで、まあ誰が見てもおしゃれ感が出ている、そういうのがもうパッと見でわかりますね。うん、でそうするとやっぱりそういうおしゃれな洋服に合わせたいという思いがこうそのような、実現コラボレーションにつながっているのだということがすごく感じられましたね。みんながハッピーになれる、うん、瞬間ではないかなと思ったんですよ。でクォーツを、久々に購入しました。まあ使っていきますので、インスタグラムなどでもアップしていきたいと思います。ということでこの度はシチズンからレコードレーベルの角黒のもう定番お伝えしました。皆様どしどしコメントを寄せください。そして、いつもですが皆様どうぞ寒いですけれどもお元気でお過ごしください。